こんにちは、ドーンです。おはようございます。ということで、いやー、昨日はね、いい感じに打ち合わせの話が決まりまして、おー、やっべーみたいなのをちょっと久しぶりに飲んでたんですけど、脱毛行った時にね、教えてもらったところのお店がちょっと予約がいっぱいで入れずで、まあ、ぐるって回る時に、なんかいらっしゃいませーっていう声が聞こえてきて、あ、皆さんよくご存知されてて、ね、すごい。水滴の綺麗に映るもののカメラ、はい、マジで iPhone1 台あれば本当何でもできちゃう。動画も撮れるし、雪の、なんかやっぱね、カウンターのある店のいいところがいろいろ話聞けるんで、まあ、こっち来て半年ぐらいの雇われ店長の方と、まあ、オーナーはちょっといらっしゃってくる顔、まあ、話す関係ではなくて、ちょっと向こうは向こうでなんか多分他の人を接待してる。でもう一人がなんかその日本で住んでいた、まあ、9歳から19歳の日本に住んでたっていうタイ人の女の人、女の子はやってて、もう一人タイ人の女の子が入ってて、そのだからまあ今言った2人のタイ人の女の子で日本住んだ子と、日本人のこっち来て半年の子はまあ日本語めっちゃ喋れるんで、いろいろ聞くわけですが、分かんないこととか、VPN にして入れたんだけどさ、Netflix 入れなくて、え、それって設定じゃないですか、あ、そういうことかみたいな設定してくれて、その僕はなんかその近隣諸国がタイなのでタイにしてたんですけど、タイのリージョンになっちゃうんで、日本の見たければ日本のリージョンにしなきゃいけないってことをそこで知るっていうの で入れたら確かネットフリックスその場でその見れて、あ、すげえマジありがとうって話をして、一応なんかその、まあ、僕が行った時はお客さん他にもいなかったんで、まあ、その女の子たちにいっぱいずつごちそうして、まあ、その代わりになんかいろいろ教えてくれたみたいな、まあ別にね、ご恩と奉公の関係ではないですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、なんか居酒屋コミュニケーションみたいなので、僕がよく使う手段ではあるので、まあ、これ見てる方はなんかそういう手段あるんだな、程度に覚えておいてくれるんですけど、はい、まあ、バーとかでもそうかな、あとは、うん、ダウンで、大体そうかね、なんか見ますかみたいな、そう。そうすると一気にね、距離感の近く縮まるんで、向こうにもなんか初めて来た人に思えないって言って、もうなんか3ヶ月ぐらいいますよねみたいな感じで言われたので、ですかねっつって、だいぶそうですね、慣れましたね。なんで、うちのコンドミニアムの間、日本、なんだろう、あ、だから駐在の人もいたし、ここからアイルタイから行ってる、その人はホテルにいる、なんかサービス付きコンドミニアム、この近くにあるんですけど、まあ、結構いいとこのホテル。多分サービスアパート、うちとは比べ物にならないというか、うちはサービス好きではないんで、僕は掃除を毎朝にしてますけど、なんかメイドさんやったことないわ、メイドさんやったらみたいなって、まあ、必要になったらやっていいかなぐらい、掃除好きなんで、ね、嫌いじゃないんで、まあ、大体朝起きて、磨くしながら掃除して、掃除しながら風呂ためて、で風呂ためて、風呂たまったら、まあ、お風呂入って、もうね。まあ、お部屋のクリーンナップして、自分のクリーンナップして、で、まあ、神棚、後ろの現代版神棚と手を合わせ、まあ、スタートするっていうのが、今日、まあ、一日の毎日のルーチンになってきたんで、今日何日目だっけ、3日目ぐらいかな、寝たの。僕、施設で寝たのが2日間でしょ、で、それプラス、僕、施設なしで寝たのが、3泊したんだね、この物件、3泊って表現もおかしいけどね、自分家だから。今回に関してはホテルじゃなくてガチで自分の家なので、全然だから人でもご招待できるし、まあ、バンコク来る際はぜひ遊びに来てもらえたら、なんかいろいろと面白いものがあるので、まあ、パタヤとかもね、隣のエカマエから行けば、すぐ行けるんで、まあ、福岡でいう糸島、東京でいう箱根、小田原みたいな感じかな、みたいなエリアとかあったりとかするので、まあ、全然ね、まだまだ僕もプーケットとかサムイ島とか、あとはその鎌倉で、この鎌倉ティーっていうのを買うきっかけになったお店の人に教えてもらった、ピピ島っていう、ピピレイ島っていうところがザ・ビーチっていう映画の、まあ、舞台になって島なんですよ。で、メドデカフリオさんの島で、そのすぐ近くにピピ島っていうのがあって、で、前なんかね、マネーセンスってめっちゃピピコミュニティに所属してる時に、そこに副代表かなんかも確かそこが好きすぎて、だいぶ長いこと住んでるみたいな話を聞いてるんで、どんなとこなのかなみたいな、すっげえのどかみたいな、タイ人の人たちに昨日聞いたら、昨日飲み行った時に聞いたら、なんかとりあえずのどかです、すごかったよね、マジでここ日本なんじゃねえかってぐらい日本だったよ。だから内装もそうだし、
おでんとか出てくるからね、大根とみたいな、大根とごぼ天とみたいな、あれみたいな、福岡ここは福岡なのかみたいな。ボトルキープがちょっと、まあ、ちょっと高いか、まあ、そんなもんか。でもお酒高いんで、黒切り1800バーツぐらいし、あー新が8000いかないぐらいで、こっち来て初めて角杯飲んだ俺今まで角杯なんて置いてる店行ったことなくて、だからまあもっぱらジンは飲んでたんだけど、角杯のボトル1500バーツだったのかな、4,5,6,000円ぐらい、約6,000円あればボトルキープしてくれるって、ボトルキープするってことはよく行きますよっていう挨拶みたいなもんなんで、まあ、なんか向こうも向こうで仲良くしてくれるじゃないですか。僕も LINE2 人とも交換したんで、まあ、なんかあって分かんないことあって聞けるなみたいな、家から近いし収録やってるしみたいな。僕が前仲良くなった店のタイ人の店とか週4だからね、しかも時間見せたらみんなこいつマジ働きないなっていう話になって盛り上がるみたいな、そんなですよ。だから本当なんか、なんかバンコクに来てる日本人の中でも一応多分、あ、僕って特殊な部類なんだなってことは再確認した昨日で、うわーみたいな、めっちゃ現地人ですね、マジですかって、まだまだ僕そんなどれぐらいで来てどれぐらいですかって、20年前に1回来て、20年前みたいな、そうで、その後にも最近で言うと何回ぐらいですかねみたいな、これうちパーソン作っててみたいな話をして、へーみたいな、すごみたいな、なんか分かりやすくリアクションしてくださるんで、いやすげえよかった。でそこで なんか居酒屋で、まあ、その居酒屋のカウンターでいろいろ話しながら学んだのが、まず VPN が、はい、使えるようになりました。チャラチャチャラだもん。だから日本にいる環境とほぼ一緒というか全く一緒、ちょっとパソコンの方がまだ設定してなくて、大画面では見れないけど、まあ、iPhone つなげば大画面で見れるんですよ。意外と仕事で使っちゃったりとかしてるんだけど、そうなんだよね。だからなんていうんだろう、まあ一応もともとね、この部屋自体が家具家電付きなので、今も洗濯機が回ってますけど、あ、そう、洗濯で言えばね、こっちすげえ良かったのが、あれなんですよ、1日2、3回乾くんで、だからその少量ずつちょこちょこでやると、ハンガー買ってきて、もう1回ぐらいちょっとハンガー買おうかなと思うんですけど、5本のハンガーでなんとかなってしまうみたいな感じなので、5本、6本、そうなのですげえ便利。なんだろう、常夏の国っていうのかな、赤道に近い国だからこそかもしれない、あ、やべえ、タオル、洗濯し忘れたらないよ、基本もうなんかシャワーっていうか風呂入ったら、朝お風呂入ったら大体入れるんで、よく入れるんでって中で、まあ、そのルーチンができちゃうと本当楽かなってところはあります。住みやすいし、で、そうなんか昨日居酒屋で聞いた話で2つあったのが、1つがバンコク掲示板、1つがなんかその出入国ビザランスでしまくってると年に何回みたいなのですよ、いや入国できなくなりますよって言われて、嘘だと思ってビザランで調べたら俺29泊30日まで全然いけるしみたいな、でもちょっとひよっちゃったんで、1万バーツかな、1万円でノンイミグレーションビザって1年間滞在できるビザを取得できるんで、早速うちのタイのパートナーに連絡してもらって、だからそれは通れば、まあ、多分通るんだけど、そのノンイミグレビザが通れば1年間はとりあえずキープで入れるんで、ずっとだから、出国しないでも大丈夫ってことになりました、はい、ここにずっと入れるっていう。なので基本だから福岡行くこともほぼなくなり、まあ、ビザランする必要がなくなるんで、飛行機代もね、バカにならないっちゃバカにならない。昨日とかもだからズームで打ち合わせしたんだけど、そう、あ、ちょっとあんま細かいこと言うけど、鹿児島の5時間ぐらい船でかかる離島の人たちがいて、ペアーズがいて、ペアーズで恋愛系ではないけどね、と東京の人と、あとうちの、まあ、兄貴分というか、うちの僕にいろいろとアドバイスしてくれる、まあ、シニアマネージャーというか、まあ、なんかあるじゃないですか、そういう役職。誰だっけ、インフトップのシニアマネージャーさ、知り合いじゃなくて、なんだっけ、そんな感じで、アドバイザーだよ、あ、でプラス、まあ、セッション組んでくれるみたいな、そのこういうスキルでやればいいんじゃないの、あれマジですか、ありがとうございます。だからもう一人もだからその東京ガールズコレクション総平均になるような人だったんで、その話をしたら、いや、みんななんか、この人大丈夫、どういう人って僕もちょっとだから、みんな、そう、東京とかで、まあ、分かるじゃん、東京、福岡分かるじゃん、鹿児島から5時間の船の離島って、だって、
ズーム会議中にバチンっつって停電になったもん背景が。僕背景これなんで、で東京の方はなんか黒いバッグで、うちの兄貴分的な人はまあそう車の中だったっていうのもあって、ボイスだけだったんですけど、そうでもね画面があることによってだからそのこんな感じみたいな、こんな感じのストーンタグズが出来上がってきたんですよみたいな、でこれが恋愛運で、これがなんだろう総合的な運命をかけてくれて、でこれが絶対的な守りでしょ、で宇宙とつながりやすくなって金運になるよっていう、これなんかあって、これ僕がまあ飾ろうと思って作ってたんですけど、そうだからこれとかもすげえ来たし、じゃあ上の方この色の差みたいからちょっと外してくれって言われて、ああ、これとかこういうのとか、まあ普通だったらこういうので回ってるんですけどみたいな、これはちょっとうちで作ったやつだけど、このチャームみたいな、こっちとかはね全然僕の私物だったりとかするんで、あとはもう大きいシンスタイルとか、なんかそのだからなんか空間を超えるっていうのかな、空間を超えるっていうかあれか、まあだからまあでも空間を超えるよ、だからバーチャル空間にその動画上でというか、まあ、そのネットでアクセスしてるわけじゃないですか、まあ、広角機動隊って知ってる人だったら分かりやすいと思うんですけど、広角機動隊の世界ですよ、ね、だから広角機動隊でなんかそのなんかオンラインミーティングするみたいなのがあるんですよ、立ちコマ立ちとか出たりとかするやつなんですけど、ちょっとそれに近いなと今話してて思ったそれで、で、まあ、そのウェブっていうリアルじゃなくネットの世界とリアルっていう、じゃあ昨日で言えば僕で言えば、まあ、飲み行って意外と高かった、ギリギリ払えやっべーみたいな、でも導かれてるとマジでギリギリだけどなんとか生きるみたいなの慣れてくるんで、もうなんかねもはやもうそんなんじゃ日和らん、この波乗ってやるぜみたいな感じになる、途中から最初の頃はサーフィン、僕サーフィン乗れないんであれですけど、大丈夫かな、やっべーすげーこの道やばそうみたいなのから、もうこの道俺しかいないなみたいな、ブレブレみたいな、誰もこの道行かないわみたいなんで、途中からかっ飛ばし出してみたいな、まあ、ジェットとか乗るんだけど、僕そのイメージでバーツバーツそんな感じでまあぶっ飛ばしてきた結果、家が出来上がり、はい、カインハウス、ファーストのハウス、ファーストがね、ほんと家を引き寄せてくれたんで、かかるんですよ、ゴールドルチルちゃんがね、本当にマジで持ってきてくれたんで、っていう話をしながら、こんな感じの、こういう。ゴールドリチルちゃんがいらっしゃったりとか、この子がね、ガッツと引き寄せてくれたんで、なんかね、輝き具合もこんな感じでちょっと見せれるじゃないですか、まあ、これちょっと私物じゃないって言うと売り物になっちゃうから、私物なんで、やるはず私物です、こっちなんか、そうなんですよ、この前のやつを僕はね、なんかね、買い損ねましてね、ちょっとね、マジで手放したくないんですよ、こういうのとか、だいたいこういうブレスレットとか、僕のこれも私物なんですけど、まあ、この辺は売ってもいいかなと思って、オレンジサンストーンとフレナイとか、そうなんか自分らしく生きるやつ、エナジャージーみたいな、そうグリーンファントムはちょっとギリかなって感じかな、ヒマラヤ水晶はちょっと売り物ではなくて、私でも本当に癒しの元みたいな、出汁の元みたいな、これとかはね枕元に置いて寝るとすごく朝がすっきり目覚められるしと、金運を呼んでくれて、なおかつ、まあ、そのなんかバリアを張ってくれるみたいな、結構万能いし、これの大きいのもうちょい欲しいんだよね、次だから明日その今回販売協力してくださる方々にその、まあ、本当はね今日行こうと思ったんですけど、いや明日ちょっとなんかもろもろ出かけなきゃいけない予定があるから、まあそのバンコク掲示板っていうのを昨日知って、でそれで、まあ、早速使ってみて、掲示板は、まあ、今時アプリじゃないんだみたいなウェブなんだけどね、でもなんかその例えばじゃあ ICL 脱毛でなんか脇脱毛のやつがあって、で100バーツって書いてあって、でも日本人駐在日本人スタッフいるよみたいな、日本語なのよ、あれみたいな、100バーツ4回行って1回25バーツなんで4回行って約400円っていう安い脱毛もあれば、脇とかで言うと、口みたく今回そのヒゲ脱毛行ってテストしたけど999バーツだったから、990バーツか、約1000バーツだとして4000円みたいな、ほぼ日本と変わんないんじゃねえっていう価格帯もあったりとかするし、次 VIO のなんかその光を焼く
うち UI を強いんでってオファーを受けたんで、じゃあ行ってみようって言って、まあ、その日本人の方ともね交流を持つことによってよりバンコクに住みやすくなるじゃないですか。なんとなんかそのまあお店も教えてくれたりとかもしましたし、で中で、まあ、その人自体はねプラカノン、アソーク、あとプロンポッカーだからその日本人街と、まあ、それに近しいところに住んでる経験で、まあ、8年ぐらい入れてたんで、でもやっぱプラカノンが一番住みやすいですよねと。あ、そうなんだ、ね、僕他がアソークをちょっと住んだこと住んだけど、まあリサーチで何回か泊まったことあるけど、物価が高すぎて同じこと住むのにマジでお金なくなってくるんで、なくなるって言ったらあれなんで飛んでくなんですけど、プラカノンとかはそうでもない。なんか日本食まあまあ飲ませたりとか僕みたいにするとちょっと多少かかりますけど、でも言うてっていう言うて飲ませて1万ぐらいかなみたいな、自分も飲んでね。そう昨日で言えば、でもまあレクチャー代って考えればだって VPN 使えるようになったし、使えるってことはだって解約しなくていいわけだからさ、日本と同じ関係になるんで余裕だね。で VPN でしょ、プラスあバンコク掲示板がでかい。だって結局脱毛そんな安いんだけど、明日予約したから、11時から予約してるんで、それ行くじゃないですか。でそこから仕事先行ってやること済まして、その後になんかその必要なもの買い出しして帰っていく。で夜もなんかバンコク掲示板でなんか7時から飲みましょうみたいなのがあったんで、面白そうだなみたいなので行ってみようみたいな。だから気になったのはそういう風になんかあのリアルで動くことによって、まあ、そのだん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 場も整ってくるし、だん、まあ、そのなんか物的なものも人的なものもそうじゃないですか、その空間に馴染んでくるんで、それは意識して生活してますよね、一日一日、うん、っていうところかな。なのでなんだかんだで今まで移動に使ってたエネルギーを、まあ、今日で言えば、まあ、家の近く、まあ、ちょっと買い出し行くぐらい、あとあのなんて言うんだろう、下の階というか、まあ、1階降りるついでっていう言い方悪いけど、まあ、買い出し行くとき1階、まあ、家から出るときはあのあれを持ってくることにしてるんですよ。お線香とろうそくみたいな。ちょっとね、あの下にガネーシャ様がいるんで、ガネーシャさんのところにちょっと本日様よろしく、あのありがとうございます。本日もよろしくお願いします。まあ、ご挨拶とかね、でもしに行くみたいなのがあるんですよ。で、そうだからそれとか毎日してる、この日本人マジで信心深いなってなるじゃないですか。まあ別にそれを意図してるわけではないんだけどね。別に僕が好きでやってるからさ、そうなった時になんかその神、まあ、仏だよね、ガネーシャさん、神様仏様なんで、に手を合わせる人と全く合わせない人って、合わせる人絶対いい意味で覚えてるじゃん、プラシーボというか。でもなんか仲良くなった人がなんかすげえよく分かんないけど良くしてもらったし、そうだからなんだろうね、いい意味で、うん、擦れてないけど、昨日もそんな話をして、ピュアというか、まあ、昭和初期とかってそういう感じなんじゃないかな、便利な昭和初期みたいなイメージかな。だから高度経済成長中だったのか、あの、ね、うちみたいなコンドミニアムに立ってれば、あ、そうなんか ゴッキーの話で話せるんですよ。しょうがないらしいよ、一番上にスカイバーみたいなのがあって、一応なんか脱毛の人に聞いた感じだと子供も入れるスカイバーがあるみたいなんですよ。でそれはコンドミニアムと別経営なんで、僕もまだちょっと行ってないんですけど、だいぶいいみたいで評価がすっげえ高くて、そこふっからまあ降りてくる場合もあるよ。もういいですって、もうなんかね、この家で一応なんかそう不動産屋に聞いたら、来月の 何日かに何日を何時って来てたんで、テストチェックみたいな、要はその虫が出ないようにするようにしてもらう、防虫対策みたいなのしてもらうことにしたんで、プラスなんかブラーンってなったら、なんかつけてもらったらブラーンってなったら、なんかライトもあるからそのまま落ちてって話をして、そういうなんかちょっとした雑さはあるけど、日本だったら多分絶対ないじゃん。まあ六本木ヒルズみたいな形してるんで、うちのコンドミニアムそうだから、なんていうの、値段言うとみんなビビるんだけど、高くないですかって言われて、俺の中からすればだって棚作れて、現代アートみたいな自分で作れるわけじゃん、棚とか作り込めて、でなおかつこういう風に動画撮れて、ですぐ隣に作業台が、まあスタンディングタイプにしてるんですけど、椅子座ってねえなと思って、作業中大体立ってやってるんで、そうだからあのいろんなところがじゃないびっくりした、じゃなくて、そうだから作業してで、ちょっと小腹すいたら冷蔵庫からあのちゃちゃっと料理できるものを出して食べて、でまた仕事に立ち向かうみたいな
感じですかね。だから出かける人出かけない日は結構明確に分けてます。出かけるとやっぱ出かける方のパフォーマンスやパワーを取られるんで、まだまだね、そうなんだろう、慣れてるとは言っても、なんか空気を吸うレベルがないので、まあ、一応ね、普通にあの当たり前で BTS は乗れるようになったし、だからなんていうんだろう、だん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 バンコクとか、僕はプラカノンって言えるんだと思うんですけど、プラカノンって言っても着用してってるんで、まあ、そういえば居酒屋でなんか、ね、ブロガーの学さんの話したけど、誰も知らなかったんだよ、だから、プラカノンではないっぽいんだよな、プロンポンとかな、プロンポンか、あ、そうか、プロンポンじゃねえ。いや、会ってみたいなと。同じバンコクにね、せっかくいるし。他って誰か。バンコクよく来そうなのあれですよね。レペゼンさん。そうですね。いや、オタク訪問されたくないわ、レペゼンさん。いやだわ。結構頑張って作ってるから、ね、現代版アートうちの。はい、ここだけは、ここ護身行きだから絶対触らないって。ここだけはやめてる。死死する。いや、マジで。あ、ね、上切れちゃってるから、上どうなってんだって、ちょっと気になる方は、インスタグラムの方に概要欄に貼ってますんで、インスタの方に本日の髪だなっていうのを毎日一応、ここにいるときはストーリーであげるようにしてますんで、何かしら書いてます、ちゃんと一応。あの、本日って書いてあるぐらいだから、そう。一応毎日僕、今までもね、あの移動中でもちゃんと髪だなに手を合わせてきたんで、いつの間にかですよ、でもそういう習慣っていうのだん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 って、手合わせる回数が増えれば増えるほど手合わせたくなるようなこと、要はありがたいことが起きてくるという。小林正観さんかな、か中村天風さんか、哲学者がいるんですよ。哲学者、思想家っていうのかな。どちらかの方が言ってて、だからありがとうって言って、ありがとうって言いたくなることがいっぱい増えるんで、この国はでもそういう意味でありがとうもらいやすい、拝んでもらいやすい国であるから、ちょっといいことは200バーツチップであげると。100バーツって400円ぐらいかな。400円のお小遣いっていうのかな、いや、おひねりあげるだけで4000円、4万円、40万円ぐらいの効果が返ってきたりとかする国ではあるので、そうだからなんかお金の出しがいがある国かな。メルボルンにいたく、なんかもう気づいたらお金が水のように去ってしまう国と、もうなんかありがとうですね。いくらでも自分のなんか住みやすい空間にすることができる、おひねりじゃないけど、居酒屋で言えば今度行くときにお金があればボトル入れるし、ボトル入れるってことはよく来るわけじゃない。ってなったら仲良くなるし、そこで、大体来る8割、9割の人は日本人って言ったんです、そこに来る人は。だったら、まあ、波動的にそこが合えば、そこにいればいいわけじゃないですか。で、まあ、本当美味しかったんで、普通にシシャモの大葉フライとか、みたいな、シシャモ日本から入れてますみたいなとか、あと、ゴーヤのカレー炒めみたいなとか、うまーみたいな、うますぎると思って。その後何食べたのか、なんかちょこちょこつまみだけど、全部うまかったし、僕の目の前ずっとおからがあったけど、おからはいらないかなと思ってそういうなんかね、こっちのお店の情報とかも今後は載っけていきたいなと、まあなとはってなとは思ってますんで、はい、ぜひあのリアルなバンコク事情を、またね、海外移住生活どんなものなのかなとか、またはバーストーン興味ある方はぜひ、まああのね、バンコクいらっしゃる際に僕ん家でよければ全然アテンドもクソもないですけどないですよ、なんかジブリスポットみたいなジブリの森みたいな。いや、ちょっとマジで棚を森化したくて、だから自然に返してくって、こいつ何やってんだみたいな。で、観葉植物が、まあ、別にこれ隠さなくていいかな、チャトチャップ市場っていうところがあって、そう、そこで火曜日だけ、火曜かもしれない、火曜日だけはその観葉植物の業者さんがガガッて集まるから、もうね、値段もなんかお互いも叩き合っちゃってて、いや、もうなんかすっげえ安く買えるって言われたんで、一応ね、来週あの仕入れのツアーアテンドお願いしてあるんで、それやらなきゃな、それやろうかな、そう。まあでも相変わらず引き続きなんか余裕感ぶっこいてますけど、めちゃめちゃギリギリな生活は送ってますんで、はい、あのね、まあ資金提供お待ちしてますみたいな、なんか DJ 社長みたいになってるけど、マジでも資金提供マジお待ちしてますですね、本当。バンコクお金持ちに優しく、あ、そう、アルファードもね、こっちに輸入したいんで、うちの下にベルファイオの最新のものが普通に泊まったりとかする。お金持ってるとどういうふうなのかな、でも中米の人ってなんかその日本での給料プラスこっちの給料だと思ったら、そうではなくてガッチャンコされて割って入ってくるっていう気の中米の人がいて、だから思ってるよりは多くなる。ただ会社の経費でサービス付きアパートメントというか、メイドさんが常に行ってくれる、常駐してくれるようなところの、まあ、うちよりもいいところに住まれてたりとかするので、
まあまあいい給料あるじゃないか、運転手入れてたし、車はアルファードではないけど、アユタヤ行くのに起きですよ、僕きつくないですかって、確かにって、こっからアユタヤ毎日行って帰るのはきついねって、だからアユタヤの工場って、そうみたいな、そういうので盛り上がったりしましたということで、まあ本当だん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 バンコクに本当馴染んできましたので、引き続きあのバンコク事情をお伝えしながら海外移住生活の生の声を配信してまいりますので、あの楽しみにしていてください。まあフォローしてもらえたら嬉しいです。グッドボタンとかシェアしてもらったら僕はもう泣いて喜びます。まず本当によろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。行ってきます。